動画をご覧いただきありがとうございます。今回はクレジットカードのこのマーク、ご存知でしょうか？このマークのあるお店ではクレジットカードなどでもスイカのようにタッチするだけで支払いができる目印です。詳しく見ていきましょう。3つのポイントに分けてお伝えします。最近クレジットカードなどを作った方、更新された方はご存知かと思いますが、カードの端に Wi-Fi のようなリップルマークがあります。このマークのあるカードではクレカタッチ決済といい、カードを決済端末にスイカのようにピッとかざすだけで支払いができます。コンビニ大手3社やファストフード、一部スーパーなどで使えます。クレカタッチ決済が使える店舗ではお店のポップにこのマークがあります。最近では Apple Pay や Google Pay にカードを登録すると、一部のカードでスマホでもピッと決済できるクレカタッチ決済もあります。またスイカアプリなど対応するアプリではウェブサイトの支払いに使うこともできます。しかし普及が進んでいないのも現実です。タッチ決済対応の店舗でも店員さんに電子マネーと誤解されたり、カードを券面に挿すように案内があることもしばしばあります。もちろん両方の手段で決済はできますが、キャンペーンや一部カードのクレカタッチ決済でポイントの還元率が上がるものもあります。ではどのようにして決済手段を伝えたらいいのでしょうか。チャンネルからのお知らせの後お伝えします。ここまで動画をご覧いただきありがとうございます。カイチャンネルでは自分の好きな物事はきっと楽しいをテーマに、さまざまな物事を分かりやすく伝わるような動画制作を目指しています。ぜひこの動画が良かったらチャンネル登録で応援をお願いいたします。普及が進まず伝わりにくいクレカタッチ決済、店員さんに伝えるときはクレジットで、またはクレジットのタッチでと伝えたら、対応店舗では基本伝わると思います。ただどうしても伝わらないときは電子マネーで決済するのもありだと思います。一つだけ注意点として、一定の金額を超えた場合はカードを挿して暗証番号を入力するかサインが必要になるので、そこだけご注意ください。またセルフレジではクレジットカードの項目をタッチして決済するだけなので、こちらの方がスムーズに進むかもしれません。なかなか普及が進みません。でもクレジットでと伝えられたら、ぜひこれチャンネル側の方で店員さんがいらっしゃいましたら、ぜひクレジット扱いで操作をしてほしいと思います。今回もご覧いただいてありがとうございます。ぜひこの動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、ベルマークの登録、ぜひコメント欄、ツイッターでご意見ご感想をお願いします。